本日紹介する作品は浦路寺さんのタヌコイという作品です。この作品は山あいの小さな町に住む女子高生ゆずきと彼女に助けられたことで恋をしてしまったタヌキのあかねとを描くラブコメ作品です。作中で登場するタヌキは人間の姿に化けることができて、あかねはタヌキの飼い主だと偽ってゆずきと接していきます。自分が助けたタヌキとあかねが同一人物であることを知らないゆずきと、ゆずきに恋をして人間の姿で接するけれど人間らしい振る舞いを微妙に理解していないあかね、そんな二人がいろんな意味で噛み合わないんだけれども徐々に距離を詰めていく、そんな様子を描くラブコメ作品です。この作品は黒船ピクシブというウェブサイトで連載されている作品です。興味を持っていただけた方は概要欄のリンクから試し読みを読むことができますので、そちらをぜひチェックしてみてください。